て特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、ぬえやんだぜ。今回は仮面ライダー龍騎に登場する、いわゆる敵ライダーについての動画となります。まだ龍騎とナイトしか紹介してないのに、もう敵のライダーをやるのか。一応登場順だと3番目に当たるライダーになるので、13人もいるから、敵のライダーもポンポン出てくるんだな。さて、そんな敵ライダーの一人目は、悪徳刑事である須藤正志が、シザースのカードデッキと V バックルで変身する、変身。でおなじみの仮面ライダーシザースです。これは黄土色の髪か？契約しているモンスターがボルキャンサーという髪型のモンスターですので、仮面ライダーのモチーフとしては珍しい髪ですね。敵として考えると髪型の敵ってのはいた気がするけど、ライダーだと確かに珍しいぜ。この仮面ライダーシザースは左手に装備されたハサミ型の召喚機、シザースバイザーを使ってアドベントカードを発動させます。こちらは武器としても使用可能で、分厚い鉄板を切り裂くほどの切れ味を誇ります。髪といえばハサミ攻撃だぜ。シザースが所持するアドベントカードは4種類で、まずはアドベント。先ほども出ましたが、契約モンスター、ボルキャンサーを召喚することが可能です。髪だから上半身が硬そうだぜ。ちなみに攻撃力は 3000AP です。あれ？ダークウィングの4000よりも弱いんだぜ。続いてストライクベント。ボルキャンサーの右腕のハサミをかたどった武器であるシザースピンチを召喚し、シザースの右腕に装備させます。一撃の威力はそれほどでもありませんが、攻撃するだけではなく敵を挟み込んで動きを止めるという使い方も可能です。また、シザースバイザーと併用することで、大小2つのハサミを組み合わせた攻撃を繰り出せます。大小のハサミか、塩招きみたいだぜ。なお、攻撃力は 1000AP となっています。攻撃力低いぜ。続いてガードベント。ボルキャンサーの背部にある甲羅を模した盾を、シザースバイザーの上に重なるよう装着します。ダイヤモンドに匹敵するほどの高度を持ち、仮面ライダー龍騎との戦いでは、ドラグレッダーの口から放射された炎も防ぎました。主役ライダーの攻撃を防ぎきるのはなかなかやりおるぜ。ちなみに防御力は 2000GP です。甲殻類だから防御力は高め、なのかな？最後はファイナルベント。シザースの必殺技、シザースアタックを発動します。ボルキャンサーを召喚後、重ねた両腕を踏み台にシザース自身は空中高くへ跳躍。体を丸めて高速で縦回転させながら、敵に向かって体当たりを繰り出します。なんだろう、これ、ギャグ漫画日和の聖徳太子みたいな。ちょっとアスカ文化アタックっぽいですね。攻撃力は 4000AP となります。っていうか、なんかシザース、全体的に弱くないか？気づいてしまいましたか？第5、6話という最序盤に登場するライダーということもあって、防御面はともかく攻撃力が控えめなんですよね。なるほど、最初の方だからあんまり強すぎても問題があるのか。ただ、変身者の須藤は悪徳刑事として利益を得ていたという汚さとずる賢さがあったため、自分にとって都合の悪い人間をボルキャンサーに捕食させていました。マジか、モンスターを証拠隠滅に利用してたのか。ミラーモンスターは人間や他のモンスターを食らうほど強くなる性質があるので、須藤にとってこれは一石二鳥でした。確かに、証拠も消せる上にモンスターを強化できるんだもんな。ですので、カタログスペックとしてはドラグレッダーやダークウィングに劣っていましたが、人を食った分だけ強くなっていたので、戦力的には互角くらいでした。悪のライダーじゃない限り、モンスターに人を食べさせることはしないだろうし、これは大きいハンデだぜ。ナイトとシザースの一騎打ちにおいてもシザース側がやや優勢で、ファイナルベントの打ち合いにも競り勝ちました。2号ライダー、早くもピンチだぜ。しかし、その直前にナイトがシザースのカードデッキを切りつけており、必殺技の余波でデッキが破損してしまいました。試合に勝って勝負に負けた感じか。カードデッキが破壊されたことにより、シザースは体が有志化し始めて苦しむ中、なんと契約が破棄されたためにボルキャンサーに生きたまま捕食されてしまいました。元契約モンスターであっても、契約が破棄されてしまえばただの餌なのか。この捕食シーンは歴代平成ライダーの中でも、トラウマシーンといえばこれと言われることが多く、視聴者に対してのインパクトが強かったですね。
確かにえぐいもんな。その反動かはわかりませんが、本編以外でシザースが登場する際は、愛される小物、コアクトーのような扱いになっています。そうなのか？例えば、仮面ライダーディケイドに登場した際は、卑怯も楽卿も大好物だぜと高笑いしていました。小物すぎるぜ。それゆえに、今なお神刑事という愛称で、視聴者からも妙な愛され方をされていますね。歪んだ愛情を向けられてるんだな。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。Twitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それでは、また次回。